米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたロッキーズ戦に1番 DH で先発出場。4打数3安打2打点、1盗塁と大暴れし、52本塁打 &52 盗塁に到達し、チームも6対4で勝利した。驚きは 52号本塁打は高めのボール球を叩いて中堅バックスクリーンまで運んだ一撃だったこと。日本のファンからも、わけわからん、もうどこ投げてもあかんやんと驚きの言葉が並んだ。画像、本塁打したのはストライクゾーンのはるか上、大谷の異常な悪玉打ちの証拠画像。1対2の5回、大谷は西二塁で第3打席に立ち、 ロッキーズの左腕フリーランドから中越えに逆転ツーランを放った。フルカウントから高めの速球を力負けしないスイングで弾き返すと、打球速度110.1マイル、約177.2キロ、飛距離423フィート、約129メートル、という大飛球が中堅左のスタンドへ。場内は熱狂に包まれ MVP コールが鳴り止まなかった。MLB 公式 X。 旧ツイッターはこの打席の大谷の打撃フォームと投球チャートを組み合わせた画像を公開翔平大谷はこれをどうやって423フィートも飛ばしたんだと投稿したチャートでは大谷の打った6球目がストライクゾーンから大きく外れていたのがわかるこれに日本のファンから仰天した様子のコメントが並んだ